はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでですね、退屈が幸せなんじゃないかみたいな、まあ、タイトルとサムネだと思うんですけれども、まあ、このお話をしようと思ったきっかけが、最近ショート動画で回ってきた、同じ日の繰り返しみたいな、変わらない毎日かな、まあ、そんな感じの、ショート動画があって、同じ日々の繰り返しみたいな言うと、変わらない毎日っていうと、まあ、なんか退屈なイメージあるじゃないですか。まあ、その人も実際レジ打ちをしてるんですよ。レジ打ちして朝起きて、レジ打ちして、あ、違うか、朝起きてシャワー浴びて、で出かけてレジ打ちして帰って、テレビ見て寝るみたいな、その同じ日々の繰り返しでなってくると、やっぱネガティブな風に思って、ね、もっと刺激のある毎日とか、冒険にあふれたとかね、芸能人になっていろんなところロケ行ってとか、ね、豪華クルーズ船で、まあ、世界一周旅行、まあ、そうじゃないにしても何か変化のある毎日の方がいいんじゃないかなっていうふうに、まあ、思ってしまって、まあ、そういう感じなんかなと思って見てたら、まあ、その人がある日レジ打ちしてたら、まあ、女の子が入ってくるわけですよ。でその女の子と付き合うことになって、で付き合うんですけど、その女の子が、なんか遊んだ後に財布からお金を取ってて盗んでるのが分かって別れるみたいな、まあ、そういうことになってっていうで別れるんですけど、また同じ日の繰り返しが続くんですよね、別れたから。まあ、一時的にはその彼女ができてちょっと変わった変化のある日になったんですけど、別れてまた変わらない日に戻って、でちょっとしたらまた女の子が入ってきて、違う女の子が入ってきて、でその子と付き合って、でその子も結局お財布からお金を取ったんですけど、子供ができてしまったから、結婚して、で結婚したら、まあ、子供ができて、まあ、そうなってくると変わらない毎日、同じ繰り返しの毎日から、もうなんだろうな、嫌な日々に変わったんですよ。子供ができて、家族ができて、思い通りにならない毎日、嫌な日々。だから今までは変わらない毎日の繰り返しだったんですけど、これからは嫌な日々の繰り返しになったんですよね。まあ、家族ができたことにより、変化が生まれたことにより、まあ、自分だけの変わらない毎日だったら自分だけでコントロールできたと思うんですけど、やっぱりその人とのつながり、家族ができたりとかすると、自分だけではもうコントロールできないですから、そうなってくるとそれがちょっと嫌だなって思うと、もう本当に嫌な日の繰り返しで、その嫌な日の繰り返しが始まって、最終的にそのショート動画の登場人物の主人公みたいな人は、まあ自分から命を絶ってしまうっていう結果になるんですけど、だからやっぱ退屈な日々とか同じ日の繰り返しとか、まあでもそこに幸せを見出すというか、そこに意味を見出すというか、ね、自分の世界、別にブッダだってその菩提樹にずっと、菩提樹の下でずっと座ってて、多分同じような繰り返しなのかもしれないけど、頭の中で思考していろんなことを考えたりとか、世界って無限に広げられるじゃないですか。やっぱりこのスーパーコンピューターよりもすごいものを僕たちは持ってるんで、富岳とかよりも全然すごいものを僕たちは持ってるんですよ、これを。だから全然その頭の中で思考とかしたりして、いくらでもなんか世界を無限に広げていける、なんかアートマンっていうんですかね、なんか世界を広げていく、こう思考を広げていくみたいな感じで、そうするのが幸せというか、やっぱりコントロールできなくなって、まあ、結婚は墓場とか言いますけど、あれって本当あながち嘘じゃないんじゃないかなって思って、まあ、僕はしたことないから分かんないですけど、でもこの世界で 100% コントロールできる人間なんていないし、別にコントロールするっていうのもおかしいし、まあそうなる以上は自分の思い通りにいかなくなるんですよね、人とのつながりが一つ増えるごとに。まあ、そう考えると変わらない毎日っていうのも、もしかしたら幸せなのかもしれないなっていうふうに思いました。まあ、自分の現状 で心を広げていくっていうかと思いましたので、まあね、結婚したりとか子供できたりとかね、もうそうなってしまってからやめるっていうのはさすがにちょっと良くないと思うんで、だからもしもしね、ちょっとやっぱそういう時って盛り上がると思うんですよ。わー幸せハッピーって、あ、この人好きみたいな、わーってなって全てが揃った時に、あれ俺の人生なくなってねみたいな、まあ、そうなったら本当にその子供とかもかわいそうですし、奥さんもかわいそうなんで、まあ、もしねちょっとふと振り返ってほしいなというふうに思いましてかといって自分の命を絶つっていうのも、ね、残された人たちのことも考えて、すごく無責任なことだと思うので、一応なんか動画撮っておこうかなと思って撮ってみました。ということでですね、本日は
退屈ってもしかして幸せなんじゃねっていう動画を撮らせていただきました。最後までご視聴いただいた人ありがとうございます。それでは皆さんまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。